スピノサウルスカスプイナソリデイは恐竜の分類群の一つ。スピノサウルスやイリタトルからなるスピノサウルス赤、バリオニクスやスコミムスからなるバリオニクス赤が含まれる。変成の魚食性動物だったと認識されることもあるが、最近は必ずしもそうではなかったと言われている。最初のスピノサウルス類はジュラ気候期に出現し、スピノサウルス類は白紀前期で最も栄えた。 ジュラキウキのものは歯のみで知られている。彼らは、白亜紀ウキ、セノマニアンには、次第に衰退していったようである。アルゼンチンのチューロニアンの地層で見つかった歯は、スピノサウルス科の特徴を持っているとされていたが、最近では、クルロタル種類の歯に改められた。サントに、アンチュ中期でもいくつかの種が知られている。例えば、中国化南昌の馬や村類層、マジャフォーメーションでは、 バリオニクス赤の一本の歯が見つかっている。マダガスカルの前バラの類相メイバラーのフォーメーションの不確かなスピノサウルス類の化石は白亜紀の週末までスピノサウルス類が生存していた可能性を示唆しているかもしれない。スピノサウルス類の頭部はアロサウルスやティラノサウルスに代表されるような獣脚類のそれとはかなり違っている。多くの肉食恐竜は 顎が厚く太く幅広くなっているが、スピノサウルス類のそれは、薄く細長い。スーズラは、この違いは、スピノサウルス類が、他の獣脚類と違い、大型の獲物や激しく抵抗する獲物を襲わなかったことを示唆していると考えた。しかし、バリオニクスの化石から、イグアノドンの化石などが発見されたため、稀であるが、草食恐竜も捕食していたことがわかっている。 スーズと学生たちは、スピノサウルス類の頭骨の構造を研究し、彼らが顎を使って小さな獲物を極めて素早く、力強く捉えていたと考えた。強靭な首の筋肉は頭を素早く下ろしたり、持ち上げたりすることができたという。スピノサウルス類は、顎の形が、原生のクロコダイルに似ていることから、20世紀中頃から、しばしば魚食性動物であると考えられてきた。 レーフィールドと学生たちは2007年に生物工学的な手法で初めて検証を行ったバリオニクスの頭骨が用いられた。彼らはバリオニクスの咬合力は原生のガビアルと同程度で主に魚を食べていたと結論づけた。しかしスピノサウルス類の顎の形は様々であることに要注意とも述べている。しかしながら レーフィールドラが2013年に行ったスピノサウルスとバリオニクスの頭骨の研究で得られた生物工学的データは変性の魚食性動物ではなく個体のボディサイズによって食性が異なっていたことを示した。バリオニクスの興奮の形態は垂直方向の曲げに強い構造だがスピノサウルスについてはそうではないことが指摘された。直接的な化石証拠は スピノサウルス類が魚と同じくらいの頻度で小型から中型サイズの動物も食べていたことを示している。バリオニクスの腹の中からは魚の鱗が見つかっているが、イグアノドンの容体や翼竜の骨の断片も見つかっている。このことは、スピノサウルス類は魚を含む小型の獲物を専門的に捕食する動物だったことを示唆している。 ロメインアミオット、ロマンアミオラは2010年の論文で、スピノサウルス類の骨の酸素同位体の比率が反水性生活様式を示していることを発見したと報じた。バリオニクス、イリタトル、シアモサウルス、およびスピノサウルスの歯からの同位体が、同時代の昆虫、カメ、ワニと比較され、獣脚類の中でスピノサウルス類の同位体比は、カメとクロコダイルのそれに近いことが分かった。 シアモサウルスの標本は他のスピノサウルス類の割合と最も差があり、比較的水中への適応は進んでいないとされ、スピノサウルスはスピノサウルス科以外の住脚類と最も差が大きい傾向があるとされた。アミオットラは近代のワニやカバのようにスピノサウルス類は生活の大半を水中で過ごしたと結論付けた。またスピノサウルス類の半水性よび魚食性という 中性が他の大型住脚類との共存できた理由として説明できると示唆した。異なる獲物を食べ、異なる生息地に住むことによってニッチの競合を避けていたと考えられる。スピノサウルス科はエルンスとシュトローマーによってスピノサウルス一族のみを含むものとして1915年に命名された。このタクソンはスピノサウルスがよく知られるようになることに 拡大されていった。最初に分岐的にスピノサウルス化が定義されたのは1998年、ポール・セレノによってであった。その定義は、トルボサウルスより、スピノサウルスに近縁なすべてのスピノサウルス類という、ものである。スピノサウルス化は、スピノサウルス赤、スプイナソリニーとバリオニクス赤、バリ内イイニーを内包する。前者は1998年、 セレノとトーマス・ホルツによって、後者は1986年、アランチャリグとアンジェラ・ミルナーによって命名された。スピノサウルス・アエジプティアクス・スピノサウルス・イージプシャカスと、バリオニクス・ワルケリベリーニクス・ウォーカーリーの、よりどちらに近縁かで分けられる。バリオニクス赤はもともと、バリオニクスが、初めて発見された時に、スピノサウルスかとは思われなかったため、 バリオニクス科として設けられたものだが、後にスピノサウルス科の会、クレードとなったことで2004年、ホルツによって赤の分類階級に変えられた。ありがとうございます。